よーし、今日はライオネルの生い立ちを語った。え、また今度でいいって？まさしく。なんならまた今度もいらねえ。皆さん、こんにちは。ただいまのアイナトーン時刻は2020年5月31日、日曜日の午後5時8分です。本日はこれといったお知らせはありませんので、ご挨拶だけで失礼します。あ、でもそういえば、なんだかんだで5月も今日でおしまいですね。来月になると一気に暑さも増しそうですし、季節の変わり目に体調など崩されないようご自愛くださいね。そっか、もうラストか。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。スマホが鳴っている。めっちゃ久々。超絶久々。なんかね、いろいろ変わったんよ。私の島。だいぶ。めちゃくちゃ。あの、島クリエイターが使えるようになったけんさ、それでいろいろとやっていったんよね。お、ハッピーホームアカデミー。アイナさんのお部屋は92006ポイント、ランク S。東に赤色のアイテムを置くのは風水的に良いとされています。アイナさんのお部屋では積み木テーブルの配置がグッドです。ハッピーホームアカデミー。積み木テーブル？積み木テーブルってことは多分子供部屋かな？何かくれるわけじゃないよね。もう何もないんやね。とりあえずね。あ、ピンクのバラが咲いてる。やったー。かわいい。かわいい。よきよき。でね、これもちょっと思ったんよね。これは紫なんかな？黒？これ綺麗やなって思いよったんよ。あ、で、ここ。ここが、あの、博物館前。博物館前ね、あの、ボタルタンに花で囲んだ時あったんやけど、ちょっとね、噴水の周り、広場っぽい感じにしてみた。で、この博物館の隣に、カフェコーナー。え、よくない？私ここ結構気に入っとんよね。なんか良さげじゃない？こういう、なんて言うんやろ。公共の機関？公共の施設？みたいなところの近くってさ、なんかこういうのあったりすることない？まあ、でもそのうちなんかね、喫茶ハトノスとか来そうな気がしなくもないんだけども。しなくもないんだけども。ちょっと待って、持ち物欄めっちゃいっぱいないよね。あの、私さ、家がちっちゃくって、あの、家の収納がね、ちょ、限界になったんよね。もうこれ以上しまえんっていう状態になったけん。家の増築をまたしようかと思うんだけど、お金足りるかな？でも一応手持ち7万あるし、だいぶ貯めたいんよ、動画外で。よし、来たー。ヨレヨレなシャツ。ヨレヨレなシャツどんな感じやろ？ちょ、待って、着てみたい。ヨレヨレなシャツ。え、でもなんか、普通に良くない？え、普通に良くない？まあ、なんか若干、生活感ある感じ。たぬき開発マルチメディア端末タヌポートでございます。1日1回にタヌポートへのアクセス特典マイルを付与いたします。1日目50マイル。ご利用になりたいサービスをお選びください。ってことで、たぬきショッピングは、三輪車同じ色やね。もっとなんか、チャオ T シャツなんか可愛い。若干可愛い。え、ちょっとそれよりもね、ローンを。ATM。ローン残高54万8000ベル。お、預金の時点で51万あるやん。ってことはこれいけるね。ローンの返済。預金全額と、あ、もう一気になくなる。悲しい。悲しい。で、あとこれで34,842。でも、4万ぐらい残るってことやろ？ふぅー。ご利用ありがとうございました。これで全部払った。やったー！お家のローン全部払い終わった。ってことで、もう一段階でかくしよう。次は右側の部屋ができるんかな？どうもどうも、アイナさん。お家のローン全部払ってくれてありがとうございました、タナモン。またしても完済してくれたってことは、やっぱりその、今のお家でもまだ物足りなかった？それなら安心してほしいだろも。アイナさんのお家はもっともっと大きくすることができるだろも。詳しいことはまた時間のある時に相談してちょうだいね。いや、大きくしますよ、今すぐ。アイナさん、どうもどうも。こちらは建築相談カウンターだも。どういったご用件だろも？マイホームの相談。マイホームについての相談だもね。どういった相談だろも？増築したい。
増築のご相談だらもね。今のアイナさんのお家ならお部屋をもう一部屋増やせるだらも。75万8000ベルのローンを組むことになるけれど、いかがだも。お願いします。オッケー、じゃあ工事の手配は進めるからね。明日の朝には完成するからお楽しみに、だらも。ふぅ、これでもう一部屋増えるわけですね。やったやった。あ、でちょっと、たぬきマイレージプラス。目指せ釣り名人。これが3段階。肩書き、それなりのビーチボーイ、それなりのビーチガール。たぬきマイル、1000マイルゲット。ちゃんとビーチボーイ、ビーチガール、それぞれゲットできるんやね。あと。あとは DIY のレシピを増やそう。これも結構増えてきた？てか 200?肩書き、発明の父、発明の母。たぬき参り3000マイルゲット。え、なんか思ったより多いな。え、レシピ200もあったっけ？そんなに？そんなに？マジで？リメイクの達人になろう。あ、これも結構ね。ま、でも20ぐらいか。変化を好むチャレンジャー、たぬき参り500マイルゲット。なんかいっぱいあるな。収納のプロは暮らしのプロ。あ、これ最終段階やん。300。肩書き、隙のないライフハッカー。たぬきマイル5000マイルゲット。どんどん増えてくマイル。300も収納しとんや、やば。リアクションで充実コミュニケーションを、そう、リアクションもめちゃくちゃ増えたよね。20。肩書き、やや浮きのセミプロ。たぬきマイル1000マイルゲット。あとは？もう、大丈夫やね。DIY レシピ。あ、この辺が増えたんか。ライブラリーの壁と、黄金のトイレ。黄金のトイレね、シャンティが作りよったんよ。家で作りよるところをね、ちょっと、訪ねてった。で、今日は5月31日なんやけど、今日で、国際ミュージアムデーっていうのがラストやと思うけん、ちょっとそれをね、まだやってないけん、やろうかと思います。一応説明だけ聞いたんやけど、スタンプラリーらしいよね。ぐご。は。すみません。こんにちは、アイナさん。アイナ博物館へようこそお越しくださいました。本日も当博物館ではスタンプラリーを開催しています。スタンプ台の場所は毎日変えているので、すでに挑戦されていたとしても、新鮮な気持ちで楽しんでいただけると思います。これね、とりあえずなんか何回でも挑戦できるけど、もらえるものは同じらしいけん。とりあえず1回。本日も同じ報酬をご用意しておりますので、ぜひ挑戦してみてください。ってことで、スタンプラリーに挑戦。虫コーナーへ。なんか毎日毎日スタンプラリーの場所が変わって、しかも、何？それぞれ、いろんな人の島によってさ、場所が違うらしいけん。何これ？メダカ？すごーい。いっぱい、びっくりした。半妙。前から思うんやけどさ、アゲハチョウってちょっとでかいよね。何？何の音？怖。うわー、なんかやだな。何？お化け屋敷ですか？って感じやね。ないね。あ、そっか、鯉とかはこっちの方にあるんやね。スタンプラリー、スタンプラリー。いやー、気持ち悪い。気持ち悪い。いや、本来ならば、蝶ばっかりの場所で、めっちゃ綺麗っていうところなんやろうけど、気持ち悪い。あ、これスタンプ台じゃない？びっくりした、通り過ぎよった。スタンプスポット、バタフライガーデン。噴水のベンチに座れば、天にも昇る気分。バタフライガーデン。あ、虫のとこだけで3箇所あるん、これ。地表と地中、擬態する虫。あとその2箇所にあるってこと？あのちっちゃいところは関係ないんかな。はい、じゃあこっち。あ、これか。これが地表と地中？あ、違った。スタンプスポット、擬態する虫。変身上手。全部同じスタンプなんやね。なるほど。花カマキリ。花カマキリさ、なんかあっという間に、もしかしてここ、コノハムシとかじゃない？違うかな。そういえば、コノハムシとかもおるよね。
捕まえたいな。すごい、なんか研究室みたいなところ。え、気持ち悪。サナギがおるよ、サナギが。ひぃ。虫がいっぱい。虫コーナーやけんしょうがないけども。あ、シャンピー、ヤッホー。ニシキオオツボメガの羽、見る角度で色が変わって美しいわ。ニシキとはよく言ったものね、だってば。あら、エナさん。この虫、あなたが寄贈したんでしょ、キモい。ふふ、楽しませてもらってるわよ、だってば。ありがとう。楽しんでくれてるならよかったよ。こっち側。こっちの奥に行くところが、なかったっけ？あれ？なかったっけ？てか、こっちはこっちで蝶おるんやね、そういえば。何の音なんこれ。ミノムシの音？あ、ここ、ここ。あれ、こっち行き止まりなんか。ここ、ここ、ここに行きたかったの。多分、ここに、ん？繋がっ、あれ？繋がってる。え？繋がってる。あれ？待って待って待って。スタンプ台ないよね。あ、これか。これスタンプ台か。ふぅ。スタンプスポット、地表と地中。原っぱの音楽隊。原っぱの音楽隊、キリギリスとかスズムシとかそういう感じ。あ、この白い部分めっちゃ気になるんやけど、あれは、なんもないんかな。虫のスタンプ全部集まった。まあ、全部集まったっぽいわ。集めたよ。ぐご。は。すみません。ほほ、虫のスタンプを集め終わったようですね。虫の展示室を楽しんでいただけたようで、何よりです。私は遠慮しておきますが、私も遠慮したかった。それはともかく約束の報酬をお渡ししますね。ありがとう。さてさて、お次は達成した証のスタンプを押させていただきますね。あ、そういうこと。なるほど。もし他の展示室も見学されるようなら、そこのスタンプも集めてみてくださいね。全部のところにあるんかな。早速二つある。スタンプスポット、軟体動物と接触動物。結構。あれ全部私が起動したやつ？背骨のない生き物。え、もうすでにここに二つあるやんね。ほら、こっちも。あれ？スタンプスポット、脊椎動物。背骨のある生き物。あ、こっちはこっちで、そういうことね。次は探求類や。何？探求類って。あっという間に集まりそう。探求類。この上か？いや、普通に下かな？あ、あった。集まった。スタンプスポット探求類。ご先祖様なの？どういうこと？ご先祖様？化石のスタンプ全部集まった。やったね。ご先祖様？ディメトロドン。ジュラマイヤ。これのご先祖様ってこと？人間のご先祖様じゃないよね。集まってよ。ぐご。は、すみません。ほほ、化石のスタンプを集め終わったんですね。主催している身として嬉しい限りです。それでは早速、約束の報酬をお渡ししますね。ありがとう。さてさて、お次は達成した証のスタンプを押させていただきますね。イエーイ。もし他の展示室も見学されるようなら、そこのスタンプも集めてみてくださいね。ってことで次は魚に行きます。さあ、ここもあっという間に集まれば。あ、やった、一個ゲット。スタンプスポット、憩いの水槽。ちっちゃい人気者たち。あ、そっかそっか、虫のところにもメダカおったけど、こっちにもおるんよね。あとは、池と湖の魚と美味しい海の魚たち。なんか、水族館で美味しいって言われるのちょっと微妙やね。
スタンプスポット、池田湖の魚。ここの雰囲気すごい好きなんよね。水中のアスレチック。よきよき。川で定期的にさ、カミツキガメが釣れるんやけど、結構いい値段で売れるよね。あ、すごーい。見てこれ、やば。なにこれ、イワシ？イワシかな？違う？よくわからんけど。で、あれはカジキマグロとアジ？この辺じゃない？おいしくない？待って、こっちあれやん、リュウグウノツカイやん。あ、上からかな、もしかして。かもしれない。あれ違う？あ、でもこんなところには。びっくりした。ふぅー。植物にビビる。え、いないんですけど、こっち？あ、ここや。なるほどね。タイ。タイとか、ヒラメ、カレー。あれか？何やったっけ？石台？も食べれるの？スタンプスポット、美味しい海の魚たち。あ、イカモール。お寿司のネタが泳いでいる。確かに。タイいいよね。あっさりした感じ。魚のスタンプ全部集まった。よーし、これで。ふうたくんにお知らせしに行こう。最後は美術品？ぐご。は。すみません。ほ、魚のスタンプを集め終わったようですね。写真は撮ってみましたか？お持ちのスマホを使えば簡単に撮影できておすすめですよ。それでは約束の報酬をお渡ししますね。確かにこの博物館内で写真撮ったらめっちゃ映えそう。さてさて、お次は達成した証のスタンプを押させていただきますね。イエーイ。ほほう、本日分のスタンプラリーをすべてクリアしてしまったのですね。あ、美術品はないんや。いやはや、こんなに楽しんでいただけるとは。ありがとうございます。アイナ島の博物館を引き続きよろしくお願いいたします。やったね。何もらったんか全然わからんけど。それぞれにまつわるものをもらったんかな。魚、虫とか。虫の壁飾り。壁飾りやって気持ち悪そう。気持ち悪そう。どうなんやろ。どうもー。いらっしゃいませ、ませ。たぬき商店、ようこそ、ようこそ。洗濯機いいね。アメイジング。なんか可愛いかも。なにこれ、時計？時計、か、な？そちらの商品はドラム式洗濯機でございます。お値段は、7万6000ベルない。これが私の全財産。これが私の全財産なの。でもこういうなんかね、生活味のあるものをめちゃくちゃ欲しいよね。これ可愛くない？そちらの商品はトイのウォールクロックでございます。お値段は4200ベルとなっておりますが、いかがでしょうか？買っちゃう。これ子供部屋に飾ろうっと。よきよきだね。ありがとうございました。あ、これ。高く売れるやつや。ちょっと待って。え？高く売れるやつか、これ。違うな。見間違いやったわ。何人んちの前で歌ってんの？いや、調子はどう？アイナくん。世間話でも。よーし、今日はライオネルの追い立ちを語った。え、また今度でいいって？まさしく。なんならまた今度もいらねえ。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に、再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメント、ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、次、右側の部屋が増えたら、今度は、なんか女子高生みたいな、女の子って感じの部屋にしようと思った。寝室とかね。